高品質と低価格を実現した本物を求める人たちのきらめきレジェンドコート。コーティングを施工する目的とは、単に車を美しく見せるだけでなく、塗装の保護と洗車やメンテナンスのしやすさを長期に持続することでもあります。愛車をいつまでも綺麗に大切に乗り続けたいというオーナー様の願いに、長年のコーティング施工で蓄積したノウハウで最高のコーティング施工技術でお答えします。新車で車を購入した時には絶対に傷つけないと心に誓う方もたくさんいらっしゃると思います。そのために毎日洗車をしては本末転倒となってしまいます。理由は、洗車するたびに車には多少の傷がつくからです。いくら丁寧に優しく洗っても、水の拭き取りの作業の時に必ずスクラッチ、小さな擦り傷が発生します。だからといって洗車を行わなければ、雨じみや水垢の付着などの頑固な汚れは落ちません。また拭き上げをしなければシミとなってしまいます。車を大事に扱うのはとても大切なことですが、必要以上に洗車をするのは逆効果になります。洗車傷が多く入るとツヤが引けたり、汚れが落ちなくなってきます。汚れたら洗うという心がけが、車を傷つけずに愛車の塗装をきれいに保つ秘訣です。雨の中を走行した時や、冬場に雪道や高速道路を走行したりした後は、早めに洗車をしてください。泥は砂や小石の付着、雪道の凍結防止剤は塩なので、塗装の錆の原因になります。新車の塗装表面が一番粒子が細かく密度があり、光沢である硬い防漏層なので、新車の塗装が傷つかないうちに、硬い硬化皮膜の本物のガラスコーティングきらめきレジェンドコートを施工して、新車の防漏層を保護してやることが、新車の塗装も傷つかずに光沢も長期持続します。ガラスコーティングを施工していても、汚れたら洗うメンテナンスが大切です。メンテナンス洗車をせずに長い間屋外に放置していれば、ガラスコーティングを施工していても塗装面に汚れや水垢、鉄粉などが浸透して洗車だけでは取れなくなってしまいます。手洗い洗車メンテナンスができなければ、ガソリンスタンドの門型洗車機で水洗い洗車かシャンプー洗車をすることが、車の塗装のためにはいいです。ガラスコーティングを施工している車のメンテナンスは手洗い洗車が一番なのですが、ガラスコーティングをした車は門型洗車機に入れてはいけないと聞いたことがあるかもしれませんが、注意点を守ることで門型洗車機に入れても塗装傷がつく心配はなく、ガラスコーティングの性能も長持ちします。どうしても車は走行するので汚れます。洗車すれば多少のスクラッチ傷は避けれませんが、新車のうちに硬い皮膜の本物のガラスコーティングきらめきレジェンドコートをおすすめします。高品質と低価格を実現した本物を求める人たちのきらめきレジェンドコート。フリーダイヤル 0120-939-908 までお問い合わせください。